おはぴよー、どうもひなぴよです。それでは本日は嘘つきゲーム久しぶりにやっていきましょう。なんて言うんだろう、もう大興奮でわかんないんですけど、もともと狼ゲームだったアプリがわさびゲームっていう名前のアプリに変わって、その今出てる救急車、今出てるその嘘つきゲームだったりとか、そのもちろん狼ゲームもですけど、イブプロジェクト、あと囚われの館ですね、この4つのゲームが全てこのわさびゲームでプレイできるということで、いやもうこれ見たらわかると思うんですけど、ニューまさき目線公開って書いてあるんですよ。えっ!って、その嘘つきゲームの出演してきたキャラクターたちのその目線でのプレイができるってなったら、ちょっと私これ一番最初にやりたいと思って、いやもちろん他のゲームもやりたいんですけど、ただちょっとねえ久しぶりにテンション上がっちゃってんのでやりたいと思います。早速スタート。ほほほほほ、あー来たー、まさき編、最初から早速やっていきましょう。スタート。最初からやり直す。そう、さっき間違ってね、スタート押しちゃってね、録画されてなくてね、わーって言って閉じたのね最初からやり直しましょうね。僕の名前は桐谷まさき。待って、まさきくん超動いてる。うおお、いやーあれだよね、前の嘘つきゲームはさ、こういうなんかちょっとリアルにヌルヌル動く感じなかったけどさ、このアプリになって動くようになりましたね。瞬きしてるよ、まさきくんが。医学部を目指す高校生だ。ある日僕は目を覚ますと見知らぬ場所にいた。そこには数名の見ず知らずの男女が集められていた。はあ、もう左上にあれ主人公がいる。名前忘れちゃったけど集められた男女に共通点はなく、みんなその状況に困惑していた。するとそこにピョートルと名乗る人形が現れ、突如嘘つきゲームの開催を宣言した。ルールは集められた人間の中から殺人鬼を見つけ出し処刑すること。殺人鬼をすべて処刑すれば、この建物から出られるらしい。僕らは逆らうことができず、ピョートルの言う通り殺人鬼を探すことになった。そして、嘘つきゲーム開始から2日が過ぎた。僕たちの中には、ピョートルの言う通り殺人鬼がいた。ああ、今回もう2日後だから、もう大地さんの声で話せないのか。ちょっと残念だな。ってことはさ、まあもちろんさ、この出てる通り大地さんとその大里真嗣さんはさ、死んだわけじゃん。死んだわけだけど、この二人の目線の物語とかもしかしてあったりしたのかな。私がそれに気づかずにまさき編からやってるってことはない。それだとショックだな。やりたかったな、大地さん。二人の殺人鬼を見つけ出したが、嘘つきゲームは終わらなかった。つまり僕たちの中にはまだ殺人鬼がいるということになる。それは僕だ。実は僕はかつて一人の女性を殺している。僕の人生においてとても大事な人を。つまり僕は紛れもない殺人鬼、この嘘つきゲームにおいて処刑されるべき存在。でも、こんなところで死ぬなんてごめんだ。絶対にここから生きて出てやる。殺人鬼である僕がここから出る方法は2つ。誰にも殺人鬼であることがバレないようにするか、もしくは、僕以外の全員が死ぬかだ。そのためには、僕が殺人鬼である証拠を絶対に見つけられてはいけないんだ。
殺人鬼である証拠はこの建物のどこかに隠されている。初日から僕は自分に関する証拠を探していた。いくつかは見つけたけど、まだ他にも証拠が隠されているかもしれない。残されているのかもしれない。間違えた。他の人に見つけられる前に回収しないと。そしてこの話はその嘘つきゲームの2日目が終わった後の話だ。2日目が終わった後ってことは大地さんが処刑された後か。サラリーマンの大里たけしさんに続き、笹本大地さんまで処刑されてしまいました。久しぶりに声出したわ。テンション上がる。ピョートル好き。彼は病気になった母親をこほうこここんがんこ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 んバグってるねピョートル。彼は病気になった母親を放置して見殺しにした凶悪な殺人鬼だったというわけです。そんな彼は見るも無残な姿になってしまいました。まあこれも親を不幸にしていた罰が当たったんですね。というわけで皆さん、嘘つき会議で殺人鬼が処刑されました。まずは嘘つきゲームのルールを簡単におさらいしましょう。もうすでに死んでしまった方もいらっしゃいますが、ここに集められていた皆さんの中には殺人鬼がいます。皆さんは怪しい人物を見つけ出し、嘘つき会議で誰が殺人鬼か話し合ってもらいます。懐かしい。そこで選ばれた人は問答無用で処刑。殺人鬼が全員処刑されればゲームクリアです。ここから脱出することができます。思い出せましたか？思い出しました。ありがとう。それではお待ちかねの結果発表です。いや、相変わらずピョートル喋るときさ、私顎を出して喋っちゃうんだよね。これもなんか楽しいわ。殺人鬼である大地さんが処刑されたので、この嘘つきゲームはこれにて続行です。まだ嘘つきの殺人鬼が残っているようですね。殺人鬼を全員見つけるまで頑張ってください。嘘。この中にまだ殺人鬼がいるんですね。もう、いや。待って、絶対ね、沙織ちゃんの声違ったよ。まあすいません。皆さんどうしたんですか？そんなに暗い顔しちゃって。止まらない疑心暗鬼と絶望感、いいですね。明日は誰が処刑されるのかな。早く殺人鬼を見つけ出してみんなでここから脱出しましょう。そう言うとピョートルはどこかに消えてしまった。まだこのゲームは終わらないのか。本当にこの中にまだ殺人鬼がいるのかな。どうやらそのようですね。嘘。信じられない。一体誰なの？この中に殺人鬼がいるんでしょ？さすがに名乗り出る人はいませんよね。そうだね。っていうか、こんなおかしなゲーム、一体いつまで続くの？もうお家に帰りたい。こいつの名前は神田美久。彼女は確かアイドルをしていると言っていた。この状況をそれなりに怖がっているみたいだけど、こいつはただのアイドルじゃない。口調からもわかるが、かなり気の強い女だ。
このゲームを終わらせるにはただ一つ、この中に隠れている殺人鬼を見つけること、それしか方法はありません。この少し不思議なオーラを放っている人物は柳聖子。常に冷静でミステリアスな人だ。ただこの人はかなり頭がいい。これまでの彼女の視点と推理は鋭かった。警戒すべき人物だろう。ねえねえ、私やっぱり思うんだけど、やっぱりこいつが一番怪しいよ。俺？記憶喪失の男って名前になってるわ。そういえばそうだったね。どうして？だってあんた記憶をなくしてるんでしょ。そんなの絶対怪しいじゃん。そんな、俺は殺人鬼じゃない。ムキになってるところも余計に怪しいんですけど。俺は本当に違うんだ。今ミクさんに責められている彼の名前はまだ分かっていない。彼が言うには記憶喪失になっているらしいが、でも実際それは本当なのか。嘘をついて僕たちを騙そうとしている可能性もある。それにこれまでの嘘つき会議を振り返っても彼は少し警戒しておいた方がいい。すでに処刑された二人は彼の推理によって殺人を犯した事実がバレてしまった。聖子さんと同様かなり要注意の人物だな。ミクちゃん、そんな風に決めつけるなんてよくないよ。だって怪しいんだから仕方ないじゃん。沙織ちゃんはこんな怪しいやつと一緒にいて怖くないの？それはこの子は鈴村沙織。おとなしくて一番まともな印象の女の子だ。しかしこれまでも記憶喪失の彼が責められるたびにかばっている。ただ単に優しいだけなのか、それとも何か裏があるのかな。まだ何とも言えないが、他の人に比べてあまり警戒しなくてもいいだろう。つまり今残っているのは僕を含めてこの5人。嘘つきゲームは殺人鬼がいなくならないと終わらない。つまり僕が生きている限りゲームは続くってことだ。でもこのゲームから唯一脱出する方法がある。それは最後の一人に残ること。なんとか殺人鬼であることを隠しつつ生き残ってやる。それにこれまでの様子を見ていて少し分かったことがある。どうやら建物中に僕たち殺人鬼に関する証拠が隠されているようだ。これまで処刑された二人もその証拠を突きつけられて処刑されてしまった。でも僕はあの二人のように処刑されたりなんてしない。実はこれまで僕は他人の証拠を見つけるのではなく自分に関する証拠を集めてきた。自分が殺人鬼だと感づかれないようにね。つまりこの嘘つきゲームで勝ち残るには他人を暴く前にまずは自分を守るべきなんだ。僕がこんな奴らに処刑されてたまるかよ。絶対に生き延びてやる。とにかく今は変に怪しまれないように振る舞わないと。みんなちょっと聞いてほしいんだけど。どうかしましたか？今ここで疑い合ってもしょうがないんじゃない？それにもし殺人鬼がこの中にいるなら早く証拠を探さないと。確かにそうですね。じゃあとりあえず私は部屋に戻ろうかな。沙織ちゃんはどうする？私はちょっと気分が悪いからトイレに行ってくるね。沙織さん大丈夫？はい、心配しないでください。大丈夫です。そっか。
でも沙織ちゃん、気をつけてね。え？気をつけるって何を？だっていつ殺人鬼に襲われるかわからないんだよ。次の嘘つき会議で処刑されると思って、この中にいる殺人鬼が何かしてくるかも。どうして俺を見ながら言うんだよ。俺は殺人なんてしてないって言ってるだろ。だってそんなの証拠がないじゃん。それだったら俺が殺人をしたっていう証拠がどこかにあるのか。それは。まあまあ、皆さん落ち着いてください。確かにミクさんの言う通り、この中に殺人鬼がいるのでしたら、自分の身の回りには注意した方がいいかもしれません。うん、そうだね。じゃあ私は女子部屋に戻るから。記憶喪失の殺人鬼と同じ場所にいると危険だし。だからそう言うとミクさんは黙って部屋から出て行った。大丈夫？あ、うん、ありがとう沙織さん。じゃあ私も戻らせていただきますね。あ、私も一緒に行きます。俺も男子部屋に戻ろうかな。そう言うとみんな部屋を出て行ってしまった。僕もゆっくりしている暇はないな。そして僕もその部屋を後にしたのだった。はい、つーことでこれまだあんのかな。続きは CM の後って書いてあるから多分まだあるんだと思うんですよ。だからとりあえず今回はこれで終わりにして次回に続けようと思っています。ご視聴ありがとうございました。やっぱりいろんなキャラクターがね、いっぱい喋ってくれると楽しいですね。ただ大地さん出てきて欲しかったなっていうところがあるんですけどね。じゃあ次回に続きまーす。おつぴよでーす。